はい、どうも、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況の方、やりましょう。今回は本日ね、アップデート終わりまして、新キャラクターが実装されてます。バースですね。バース。いや、ついにね、バースがやってきたんですが、なんとね、このキャラ、オークションじゃなくて、箱売りがね、確定してるみたいなんですよね。なんかツイッターでもね、解析の画像が出回ってますので、箱売りが確定してます。で、箱売りとなると、もしかしたらね、もう明日から販売される可能性もね、十分に考えられますので、なので今回はね、急遽もうこのバースの、能力解説をね、していこうと思います。ただね、もう詳しく解説するとどうしても時間かかるんで、今回はね、ざっくり、どういうキャラなのかっていうのをざっくりね、解説していこうと思ってます。で、頂上決戦でも僕戦ってないので、その資料みたいなのが少ないんですけど、ある程度ね、このキャラがどういうキャラなのかっていうのを、お伝えできればと思ってます。では、バースくんね、ざっくり解説していきますか。まず、闘志が熊闘志で、被ダメージも怒りが回復なんで、熊と亀の複合ですね。なんで、開幕に必殺を打てるんですが、虎の複合はないんで、敵味方死亡時の怒り回復がね、あれば強いんですけど、その効果はどうやらないようですね。宿命が、一番下だけがちょっと難しい感じ。バースとデュオロンとマキシマがいるんで、そこが結構難易度は高めですが、他はそんなにね、難しくはないかな。再起変身後とかいるんですけど、大体の人は持ってると思いますので、そこまで難しい、宿命ではないかな。この先に出てくるキャラが必要とかではないんで、比較的優しい方ではありますね。で、タイプはですね、最終ボスと火属性なんで、ビリーを使用してる人は、必殺技ダメージがアップっていう効果があるんで、なかなかね、ビリーと相性、いいっすね。で、バッジが第一バッジ、本が魔力攻略本になってます。では気になるね、能力見ていきますか。パッシブから見ていきます。あ、ちなみにね、バース、言い忘れてたんですけど、防御型ではなくね、技型で来てます。中華版では防御型やったんですが、日本版ではね、技型になってるんで、その辺もね、注目していきたいとこですね。パッシブライフコネクト、自身の必殺技耐性とスキル耐性を増加。これはですね、レベルを上げていけばどんどん数字が上がっていくので、このキャラ技型なんですけど、防具型みたいなね、耐性をどんどんこう上げていけるっていう、なかなか珍しいタイプで、レベルを上げていけば上げていくほど、どんどん硬くなっていくっていうね、特性があります。で、その他のバフは、登場時自身のダメージ増加率を 35%、HP を 15%、で、ダメージ減少率も上げるんですけど、このダメージ減少率に関しては、自身の行動制限率の 60% 分増加します。なので、行動制限率が高ければ高いほどダメ減も高くなるっていうことなんで、例えば行動制限率が 100% あったとしたら、ダメ減はね、60% になるんで、その辺を見てもやっぱりね、基本的にはやっぱ硬いキャラっていうね、技型なんですけど、硬く、使えるのかなっていうね、そんな印象もね、あります。で、自身のすべての攻撃が、ターゲットに火傷をつけるっていうね、効果も持ってます。ただこの火傷自体はね、そこまで強いものではなくて、HP の 6% のね、ダメージしか入りません。ただこれはね、デバフ無効にも貫通して、打ち消しも不可能なんで、行動するためにこの火傷を入れていけるっていうところなんで、ダメージこそ低いんですけど、重ね掛けしていけばね、どんどんこれダメージも上がっていきますから、そういう意味でもね、なかなかいやらしい性能になってますね。で、自身への金庫効果を無効。これは必殺技で出てくる特殊能力ですけど、その効果が無効化できます。で、ここからはね、防御力の話ですが、耐久性の話なんですが、やっぱね、技型に求められるものっていうのは、耐久性がね、かなり重要で、生き残られへんかったら何の意味もないんで、実際このバースは耐久性に関してどうなのかっていうところですけど、なんとね、このバース、9問開けてない状態で最大で2回まで復活可能で、さらに復活時自身の HP と怒りを最大まで回復。これはね、強いよ。もうすでに2回復活が確定してる時点で、かなり強力ですね。なんでかというと、先月来たオロチシェルミーもね、同じ技型なんですよ。で、復活がオロチシェルミーは1回あったんですよね。だから、そこでの評価っていうのがかなり低かったんですけど、このバースはもうすでに無門の状態で2回持ってますから、で、しかも全回復するんで、怒りと HP を
最大値まで全回復します。もともとさっきも説明したように自身の必殺技耐性とスキル耐性を増加してますから、もともとある程度の硬さもあるんですけど、さらにその硬さがある中で復活が2回確定してます。でさらにえぐいのが登場時および復活時1ターンの間怒り減少効果を無効化し、ダメージ耐性を 70% 増加。もうこれね、防御型かっていうぐらいね、すごい能力なんですけど、もうガチガチにね、なれるんすよね。復活時って2回復活するから、結構ありますよね、復活時。で、初ターンもこのダメージ耐性が上がってるんですよ。で、さらにこれエグいのが、このバースね、ダメージカット持ってるんですよね。これやばないですか。オロチシェルミー、まあ、ほんまに例に出して申し訳ないんですけども、オロチシェルミーってダメージカットもないから、同じ技型でもね、やっぱりワンパンされてしまうんですけど、このバース、なんと、ダメージカット持ってます。1回の、被ダメージが最大 HP の 50% しかね、食らわないんですよ。だからこのダメージカットもあるし、この、登場時と復活したターンはダメージ耐性を 70% 上げるっていう効果もあるし、もともとこのレベルによって、ダメージ耐性とスキル耐性を上げていけますから、もともとガチガチなんですけど、さらにそのダメージカットと、このダメージ耐性を上げるっていう効果によってさらに、ガチガチになれるっていうね、キャラなんですよ。でこれね、ほんまね、防御型かっていうぐらいね硬いと思うんですが、一番これダメ押しなんがここに書いてるんですけどね、自身の HP が 50% 以下の際 HP を最大値の 30% 分回復で、しかもこれは HP 回復率に影響されない。で金庫効果が付与された敵1人につきさらに 5% 追加。これダメ押しの回復までついてるんですよね。でこれはね、もうほんまね、能力で見たらね、ほぼ防御型っすね。だから復活が2回あるし、途中での回復もあるし、ダメージカットもあるし、で初ターンと復活時はダメージ耐性を 70% 上げるっていうね、だから空手と、マキシマに復活をつけたような、そんなキャラなんですよ。このキャラこれ強いっすよ、確実にもう先に言っておきますけど、強い。このキャラね、パッシブ見た感じめちゃめちゃ活躍しそうなね、感じもねしてます。でオロチクリスが今ってねものすごい驚異的なんですけど、さすがにこのキャラをワンパンすることはまず不可能なんで、ダメージカットもあるし、でその後に回復もあるから、オロチクリスといえどやっぱりねこのバースを倒すのにかなりね手こずると思うんですよ。やっぱ今の環境で言うとこの生き残るっていうのは最大の利点なんで、技型やのにほぼ防御型のね、能力を持ってるっていうね、そんな印象のキャラですね。であとこのバースね、味方へのサポートもあって、味方に HP が最大値の 40% 以下の格闘家が存在し、なおかつ自身の HP が最大値 90% 以上の際、自身の HP を最大値の 10% 消費して HP の、最も低い味方格闘家の、消費した分の HP の 300% 回復っていうね、味方へのサポートも持ってるんですよね。ラスボスやのに、仲間を大切にするっていうわけわからん一面もあるんですけど、なかなかね、だからサポートにも長けてますね。ただこれね、申し訳ないんですけどね、文面ちょっと読んでもね、あんまり意味がわからないんですよね。っていうか、この回復が、どのタイミングで発動するのかっていうのが今のところ僕の段階ではね理解できてなくて、ほんと申し訳ないんですけど、これはねちょっとよく分かってない、ただこのサポートする能力があるっていうのは、間違いないんで、もうそれは実戦を見てからねやっぱり理解しようと思ってます。でここまでねかなりざっくり、説明してるんですけど、必殺技もね、ざっくりですけど見ていきますか。もう武器ありの効果で見ていきますので、武器はね必ず、取得した方がね、まあいいと思います。マックスメテオバース、敵横一列を攻撃で HP パーセントの最も高い敵をメインターゲットとするんで、後列の敵が一番 HP 高かったら後列に飛んでいくし、とにかく HP が一番高いものをメインとした一列攻撃なんで、結構珍しいタイプの一列攻撃で、2ターンの間、自身の攻撃力と防御力クリティカル減少率を 30% 増加というバフを入れて、でメインターゲットの、ダメージ増加率行動制限耐性とクリティカル率を
30% 減少っていうねデバフも入れます。でこれ2ターンの間無効化不可能なんで、クリ率 30% 減少っていうのはねなかなか使い勝手がね、いいんじゃないかとね思いますけど、まあ、30% といえど結構ねこれは、無効化不可能ですからね役に立ってくれるんじゃないかと思います。でターゲットに最大 HP の 15% 分の追加ダメージがあるので、無効化不可能ですから、まあ、これによってね固定ダメージも与えていけます。でこのターン必ずスキルを発動、武器ありの効果かな、武器があればスキルが必ず発動します。で金庫効果が付与された敵格闘家がいない場合は 75% の確率でメインターゲットに金庫効果を付与、これに、ね、新しい状態上特殊状態上ですけども、これがねこのバースの持ってる特殊能力になってます。金庫効果っていうね状態上入れるんですけど、なんかねあの封印、魔気の封印みたいな感じ、まあ、クーラーの凍結にも似てるんですけど、まあ、この状態になると完全に行動不能になって HP の回復率が 40% 減少で、これを打ち消すには2回ね打ち消さないとあかん。だからクーラーのマックス凍結にちょっとね似てますよね。2回打ち消しして初めて、打ち消しができるっていう能力になってます。で打ち消しされた場合はターゲットにその最大 HP の 10% 分の、無効化不可能なダメージを与え、さらにこの、ダメージを与えた際にこのダメージが溶結にね変わります。この追加ダメージ、無効化不可能な追加ダメージが溶結になりますから、これはねやっぱ解除されてもなかなかね美味しいっていう能力になってますね。でこの金庫効果ですけどね面白い性能がありまして、付与されたターゲットの HP が最大値の 15% 以上の、場合自身が受けるダメージの 40% を分担させるっていうね効果があるんですよ。これね書いてる文章ややこしいんですけども、つまりね、まあ、特殊カウンターみたいな感じで、敵に金庫効果の敵がいた場合こっちの味方側のバースが殴られた時にその殴られたダメージの 40% を相手の金庫効果がついてる敵に与えるっていうね、まあ、カウンターなんですけども、そういう効果がねあるんですよね。これがね非常に面白くて、やっぱこういうね特殊能力持ってたらねやっぱ個性的やし、まあ、面白いなってね思います。なんでこの効果がある、のでこの金庫効果をやっぱどれだけ付与できるかがポイントに、ね、なってくるんじゃないでしょうか。ただねこの金庫効果自体はねデバフ無効にはね入らないんですよ。それがね結構弱点でもあるんですが、ここに書いてるんですけどね、この付与に失敗した場合自身の行動制限率を 40% 増加し、次回の必殺技の金庫効果は無効化不可能となる。一発目デバフ無効には入らないんですけど、その次の必殺技ではなんとねデバフ無効も貫通するようになるんですよね。だから2回に1回はこの 75% の確率で金庫効果を入れるっていうことになるから、これねやっぱ面白いなとね思います。必殺技自体もやっぱ、固定ダメージもあるし、この金庫効果っていう特殊状態上を入れていくことによってどんどんね相手を制限できるし、さらに特殊カウンターもあるんで、まあ、ほんまにねこれ面白みのある必殺技やし、かなりね強力やと僕は思ってます。では次スキル見ていきましょうか。ストレイハンド、敵横1列を攻撃、金庫効果が付与されていた敵が存在する列を優先、で自身の、クリティカル減少率と HP 回復率を、35% 増加、バフをね入れます。でメインターゲットに金庫効果が付与されている場合は同横列の敵に同じ金庫効果を付与、強いねこれ。スキルを打っただけでメインターゲットが金庫効果になっていた場合はその列のもう一人の敵に対してこの金庫効果を与えれるっていうことですよね。これかなり強力やな。2ターンの間自身の HP が 30% 以上の場合は味方の技型格闘家が攻撃を受けた際 35% のダメージを分担、自身が受ける分担ダメージを 60% 減少で、味方の技型が2人以上いた場合は 70% 減少します。で2ターンの間味方の技型格闘家が攻撃された際の怒りを70増加する。技型に対してかなりね
恩恵があるっていう、スキル能力になってます。まあダメージこそね、多分ねもうゴミみたいなダメージやと思います。まあ固定ダメージとかないし、こう火力を上げるソースっていうのがないんですが、やっぱ一番のこのメイン効果、これ金庫効果をね付与できるっていうところですよね。必殺によって1体しか金庫効果付与できませんが、このスキルによってもう1体の1列に対して、金庫効果を付与しに行くっていう能力なんで、やっぱねこのバース自体がどんどん金庫効果を入れていくっていうキャラなんで、まあ、このスキルによってもね金庫効果を与えられるのはね非常にでかいですね。まあ、ダメージはやっぱねでも期待できるものではないんですけど、まあ、非常にね面白い。あと技型に対して、分担とかもありますから、こう味方をね技型を多めに使ってる人とかかなりねこのバース役に立ってくれるんじゃないですかね。まあ、ホタルなんか技型やし、ホタルってもともと硬いから、その硬いホタルをさらにこのバースによって、硬くできるっていうのはねすごい面白いなと思いますね。このバースねかなりざっくり解説したんですが、まあ、まとめますと、まあ、技型なんですけどもね、とにかく硬いですね。硬い、かなり長く生き残るキャラで、まずね2回復活っていうのがそもそも強くて、でダメージカットも持ってるし、ダメージ耐性も上げていけるっていう能力があるんで、硬さに関してはもうこれね防御型やと思ってもね、いいぐらいの能力になってます。で必殺技のこのね金庫効果、特殊状態上ですけど、これもね非常に面白くて、この金庫効果によってどんどんこう相手を制限しながら、でさらに金庫効果によるカウンターとかもありますから、非常に面白い効果で、うまく刺さればねめちゃめちゃね、相手を制限できる、強力な能力になってます。まあ、その反面ねデバフ無効に入らないっていうのがあるので、これがまあどんどんこの入っていけばいいんですけど、これ自体がやっぱ解除されてしまうっていう能力もありますから、まあその辺はねやっぱ解除されてしまったらどうなのっていうところもあるんで、まあ、相手チームがねこうどんどん、状態上解除できるストライカーとかキャラがいっぱいいた場合はあんまり効果がないんで、まあ、そこまでこのね金庫効果に関して、まあ、過信するのは良くないんかなとか思うんですけど、まあ、2回目のでも必殺がデバフ無効に貫通するっていうところを考えたら、この能力ねやっぱかなり強力やなって思います。でスキルによって、メインターゲットの金庫効果を、同じ列の敵に付与できるっていうところも面白くて、ダメージこそないんですけど、やっぱこの金庫効果による嫌がらせがねまあ面白いなってね、思います。全体的に見てもやっぱね技型らしいキャラで、それにプラス硬さがあるんで、まあ非常にね使い勝手がいいねキャラやと、僕は思ってます。で闘志はねあんまり強くないね。熊闘志で火ダメージも、怒りが回復っていう亀効果ですけど、やっぱり今の環境やったらね虎効果がないと、周りと比べると闘志に関しては弱いなってね思います。まあ、初ターンに打てるっていうねメリットはでかいんですが、やっぱりトラ効果がないとね、この怒り回転に関してはそこまで強いとは言えません。まああとは見た目をどう考えるかっすよね。僕は個人的にこのね見た目結構好きなんですけどね、なんか結構不評な感じですけど、僕はねこの見た目ゴリゴリしてて、まあかっこいいなとか思うんですけどね。まあでも一つ間違いなく言えるのは女子パには合わないですねどう考えても女子パには、合わない見た目してるんで、まあ、その辺はねどうなんかなっていうね、気持ちもあります。で僕はねこの性能やったらね、欲しいなと思ってるし、まあコストを考えるとやっぱね取ってた方がいいんじゃないかって思えるぐらいの性能なんで、まあ、月末のこともあるから、結構考えなあかん部分ではあるんですけど、まあ、急務を見てからね、まあ、それも考えて、まあ、今のところでもね、取る方向で考えてるんでね、面白い性能しありなんじゃないかと思ってます。で今回はねざっくり解説するつもりやったんですけど、やっぱねバース内容が濃かったんで結構長くなってしまいましたね。もう気づけばもう夜中の2時なんで、僕はもうこの後お風呂入ってね、ゆっくり寝ようと思ってます。でほんまに明日か明後日来ると思うんで、まあほんまに明日かな、明日というかこの3時間後ね、来るなら僕も早起きして実践バトル行こうと思ってるんで、またそれもね動画出すんでよかったらまた見てください。では今回はこんな感じで終わります。ではご視聴ありがとうございました。